ライル・ステファン・オーバーベイは、アメリカ合衆国ワシントン州ルイス軍、セントラリア出身の元プロ野球選手。左投げ左打。1999年の MLB ドラフト18巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。2001年9月19日にメジャーデビューを果たし、同年は2試合に出場して2打数1安打を、記録した。 2002年は10試合で10打数1安打。三振5つを喫してしまう。2003年は86試合に出場して打率。276、4本塁打、28打点を記録した。2003年12月1日にリッチー・セクソンとシェン・ランス、ノーチェ・バーナーとのトレードで他の選手と共にミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。2004年はセクソンの後釜として、 小一類種に定着。159試合に出場し、打率301をマーク。また、リーグ最多の53二塁打を記録し、ラインドライブヒッターとしてブレイクした。また、左打ちながら対左投手打率は298という高打率であった。2005年は打率は276まで落ちてしまうが、 前年に128個だった三振を98個まで減らした。また、前年16本だった本類だは19本まで増えた。2005年12月7日に、デーブ・ブッシュ、ゲーブ・グロス、ザック、ジャクソンとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。2006年は、前年、主に一類を務めたエリック・ヒン・スキーを外野い,いを言いあり、過去2年間と同様に、小一類種となる。 ブルージーズの本拠地球上であるロジャースセンターは人工芝であるため打球が速くなりラインドライブヒッターの持ち味を生かせるため300を起す打率を再びマークしたまた同年の日米野球のメンバーに選出された2007年は一転して極度の不振に陥り打率240、10本類打、44打点とレギュラー定着以降では 最低の成績に終わった。2008年は持ち直したものの、前年まで特に苦にしていなかった、大左投手の打率が急激に低下した。2009年は、左投手が先発の時はスタメンをケビン・ミラーに譲り、ベンチを温めるケースが増えた。バーノン・ウェルズ、アレックス・リオスといった主軸が打撃不振に陥ったため、夏場以降は、 右投手が先発の時に4番に座ることが多くなった。2010年は4年ぶりに本類打数が20本に到達したが打率は低迷。シーズン終了後に FA となった。2010年12月14日にピッツバーグパイレーツと1年500万ドルで契約を結ぶ。講師を買われると同時にボールをじっくり見て失妬を弾き返す姿勢は 若手の見本と評価されての契約だった。2011年シーズンは不審と若手の起用を進める球団の方針により、8月1日にディエフェとなり、5日に自由契約となった。2011年8月13日にプロ入り時の古巣であるダイヤモンドバックスと契約した。ダイヤモンドバックスでは18試合で打率、286と一定の成績を残した。 10月30日に FA となったが12月9日に1年100万ドルで再契約した。2012年7月30日に DF となり8月3日に自由契約となった。2012年8月20日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。9月のロースター枠拡大によってメジャーへ昇格した。オフの10月29日に FA となった。 2013年1月31日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。しかし3月26日に自由契約となった。同日中にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び31日にアクティブロースターに入った。レギュラーシーズンでは怪我で離脱したマーク・テシェイラの代役で小一類手として142試合に出場した。 オフの10月31日に FA となった。2014年1月20日にフルス・ブルワーズとマイナー契約を結び、3月28日にメジャー契約を結んだ。オフに FA となった。ありがとうございます。